質問です。子供向けノベリティ商品を企画制作しています。企画書やサイト等で伝える企業メリットと、親子メリットの優先度と割合で悩んでいますえ。購入いただくのは主に大手企業です。コストや見栄えや集客力などの企業メリットと、最終ユーザーの子供ためになるのかといった親子メリットもあります。企画書で伝えることはコストが安いこと、企業担当者に伝える方が良かったという選び方でいいのでしょうか。 これでも2パターン作るのがいいんじゃないですかね。うんと、例えば僕たちの場合、学校に授業をしに行くっていう、まあ、商品があるんですけども、これも、ンティアですけど、その、学校が承認してくれないと、これは実現しないっていうのと、でも、学校に何かをやるわけじゃなくて、子供たちに何かをやるわけなので、子供たちにはこういう、まあ、効果があります。 でもので、この分けた方がシンプルなわけですよね。で、この二つがあって、まあ、ページで言えばこの二つのページがあって、えっ、ー、と、あなたはどっちですかって聞いて、学校関係者です。で、えー、じゃあまずこっち先見てください。とか、えー、そんなふうにこう、一緒のページで伝えれるとちょっとごちゃごちゃしちゃう気もするので、皆さんの場合の多い、例えば、 子供関係、塾とかもそうなんですけども、えっ、ー、と、対象が2つ、1個の商品なんだけど、対象が2つ、対象の人が2つの場合は、ちょっとシンプルにそれを分けて見てもらうっていうことをするのもいいかなと思います。